では文章そのものにまず向かうのにですね、えー、まずおすすめしたいのが、えー、意味調べ読みというものです。えー、文章を読むにはですねこれ目的が必要なんですね。でまず、えー、一番最初の目的は意味調べ読読みみを目的ととししててんでみて欲しいと思い思ます。もちろんその後に、えー、文章の主題だったりキーワードを探したさまざまな目的があるわけですけどもまずはこれ、えー。自分にとって、 意味が分かっていない言葉はないか。えー、探しながら読んでいく読み方です。今さらそんなっていうふうに思わないでください。えー、これがやはり基礎の確認ができていないと、発展応用がなかなか難しいんですね。えー、意味のわからない言葉に出会ったら、まるで囲んでみてください、えー。そして余白に向けて線を引っ張っておいてください。青ペンでお願いします。青ペンがいいですよ。えー、頭に入れたり、えー、暗記したり、 えー、物事を整理したりするにはねこの青色が一番適面ですよこれがね非常にこれ科学的にも根拠もあることですし是非、えー、知らなかった人やってみてくださいで分かる分からないの基準というのは、えー、自分の言葉で言い換えができるかできないか聞いたことがあるな見たことがあるなっていうのを分かるとしちゃダメです。でえー、それで文章を読み終えて で、その後、読み終えた直後にもちろん意味調べるのが非常に良いんですけども、なかなかそんな時間取れませんから、えー、一息でなくてもいいので、丸で囲んだ言葉の意味を調べて余白に、えー、青ペンで書いていくんです。これを意味調べ読みと言います。で、この読み方はですね、えー、文脈で意味を把握するのにうってつけなんです。えー、思わぬ多くの発見も あると思いいますのでぜひやってみてみください、えー、自由自在に使いこなせる言葉なくして正確な一文はおぼつかない、えー、正確な一文なくして説得力のある文章など書けるはずもないと思うわけです。なので確かな一語、えー、これを持っていくであの自分が使い慣れている言葉そして確かな言葉は記述の、えー、武器になるわけですよ。それを作ってほしいんですね。 次にですね渡辺和夫先生のお話をしたいと思います。フランソワ・アラブレーの専門家のフランス文学者渡辺和夫先生がですね読書について書いている文章があります。その文章でですね渡辺和夫先生は、うん「我々はどんなに丹念な書き込みをしたりノートにまとめたりの精、えー、読熟読をしてもですね必ず読み,読みこぼしがあるんだ」というような内容のことを言っておられるんです。 で私たちはですね、これは気をつけなきゃいけないんです。どんなに努力しても自分の勝手、自分の都合で勝手に読むんです。自分の分かるところから自分の分かる理解をしてしまいがちなんです。読み飛ばしなく、ディズラ上の論理を把握しなきゃいけないんですね。なので、えー、確かない一語、そして読み飛ばしをしない確かな読み方、えー、これをまず把握してほしいわけです。なので、今までの えー、読むということの概念を少し変えていただく必要があるかもしれません。えー、こんないちいち言葉なんか調べなくていいよ。辞書なんか引かないよ。えー、読みこぼしなんかないよ。それを一歩ちょっと変えてですね、確かな一語を持つこと、そしてどんなに鍛錬をしても、どん,どんなに苦労して読んでも読みこぼしがあるぞという前提に立って読む。そうすると、えー、今まで以上に正確に早く読めると。 思惑、えー、です。